打ち上げ中じゃなくて最初に打ち入りとかさやるじゃない、はいはい、スタッフが入りやすい、あ、はい、それで今ここは沖縄道理が立ってる、覚えてる、その絵が描いてあるんですか、これも古い建物です、ここで結構飲んでた、おー、へぇ、チューザン、チューザン、あ、名前変わってないですね、へぇ、はい、いいっすね、さヤギ汁とか、ああ、出してる、うん、ここは、俺さっき探してたの、これあのこれ降りてきてね、この仲良しっていうところで、そのお世話になった平良さんちゅう方、はい、そう、ここでよくごちそうになってた、へえ、仲良し、なんかね、この界隈に小さな食堂があるんだよなっていうのをちょっと、うーん、あ、そういう食堂なんですね。で、日本観光地から来た。ああ。町田ホールはこの辺りでしょ？あ、そうなんですか？違う？いや、ちゃんと地図見てない。あ、そのはずなんだよ。あ、この辺なんですね。間違ってたらごめんって感じ。でもまあ、海の方ですもんね。カフェです。カフェ。出てますね。ぼちぼちあれかな。まあ、こんなルートで来る人いないから、ね。ちょっと来たら。ここはだからさっきのあの食堂、飲み屋のところですよね。中山って書く中山、あ、中山、中山の道かな、じゃないですかね、いや、中山の道は一個向こうに、向こうです、うん、一個こっち側に来てるから、おー、あ、信号が忘れます、はい、あっちかな、ですかね、曲がったりしてた、
ってきた？俺水着とシュノーケル持ってきました。あ、持ってきた。すごく好きだったら、はい、シュノーケルは、はい、やったらいいところはシュノーケルはちょっとそれ教えてください。シュノーケル好きだ。シュノーケリング好きだ。昔好きだったな。結構やったな。あ、来た。Thank you.